試合開始を前にしてスタンドからは歓声が上がっています。エティハドスタジアムへようこそ。実況は私西岡明彦、解説には福西崇史さんをお迎えしています。お送りするのはプレミアリーグの一戦、マンチェスターシティがエバートンを相手にします。これもまた解説しがいのあるカードになりました。どんなプレーを見せてくれるのか楽しみにしています。こちらがマンチェスターシティの先発メンバーです。ゴールキーパーはエデルソン・モライス、ラポルテとルベン・ディアスがセンターバックに、前にはストライカーを1人置いています。この選手が攻撃の軸となりそうです。こちらがエバートンの先発メンバーです。福西さん、4-5-1のフォーメーションでしょうか。はい、中央からの攻撃を重視しているようですね。局面によっては4-4-2や4-3-3に変化させてくるかもしれません。エバートンのホームはグディソンパークですが、リバプールの本拠地アンフィールドとはほとんど離れていません。ライバルチームの距離がここまで近い街はあまりないかもしれません。エバートンキックオフ、試合開始です。いいロブパスです。クリストファー・ヌクンク、ボールを失った。ゲイエ、このボールは決定的。シュート、近めから思い切って打ってきました。しかしこれは枠の外。威力のあるシュートでしたが、コントロールしきれませんでしたね。ベリンガム、ここでトモリ。シーズンは進んできましたが、首位との勝ち点差が開きました。この調子を維持できれば当分変動はなさそうです。試合はたくさん残っていますし、まだまだ何があるか分かりません。ただ正直言うとつまらないシーズンになりそうですね。差がありすぎます。ベリンガム、ベルナルド・シューバー、勝ち越しのチャンス、決まった。先制ゴール、早くもリードしました。フィニッシュまで持ち込んでいましたね。シュートを打った時点で勝負ありといったゴールシーンでした。いつもと違うポジションで起用されている選手ですが、求められた仕事をしっかりとこなしています。はい、監督の狙いが的中したってことでしょう。これだけ能力がある選手が複数のポジションをこなせるとチームとしても助かりますよね。キーパーがセーブ、
コースを読んでいたか。手前の味方に渡します。このシュートはどうだ。ブロックしました。もう一度コーナーとなります。ショートコーナーで狙います。ベリンガム、ここは一旦クリアしました。シュートを打ちたい。これは大きく蹴り出されました。惜しいチャンスを逃しましたね。おっとパスをカットした。イドリサ・ゲイエ、タコスキー、ゲイエには当たった。ここでインターセプト。クリスチャン・アルバレス、ドゥクレには当たった。ここはパスミスになりました。ボールを失います。アルバレス、ここでボールを取り返します。さてキングパワースタジアムで行われている試合に動きがあったようです。はい、最初のゴールがトッテナムに生まれました。現在スコアは1対0、時間は32分を過ぎたところです。報告ありがとうございます。他会場の動向をお伝えしました。よく見ていました。ゴールキーパーがダイビングセーブ。しっかり集中できていますね。このコーナーは誰に蹴るか。ここはディフェンスがクリア。マンチェスターシティですが、あまりボールに触れていないようです。要はチームとして守備に重きを置いているんでしょうね。そしてチャンスは確実にものにしているわけですから、その作戦は効果的に機能していると思います。さてここも一旦守勢に回ります。ゴールならず、キーパーがセーブ。コーナーキックが与えられました。1点返せば同点です。ボールを入れた。ディフェンダーにクリアされました。通りませんが、まだあるか。さあここで一気に仕掛けられるか。カウンターから決まるかと思いましたが、ボールを失いました。デクラン・ライス。アディショナルタイムが2分追加されました。アルフォンソ・デイビス、ここはインターセプト。しっかり予測していました。前半はここまで。ハーフタイムです。再びキックオフです。前半はマンチェスターシティが1点リードしました。どんな後半になるんでしょうか。
マンチェスターシティ、ボールをうまく動かしてチャンスを狙います。ボールをクリアしました。ベリンガム、最高のボールが出た。このプレーはオフサイドの判定です。出し手とのタイミングが合わず飛び出してしまったんでしょうか。ここでエバートンが選手を交代します。ここでボールを失いました。ここで抜きました。ベリンガムにチャンス。おっと、これでマンチェスターシティが2点のリード。リプレイを見てみましょう。すべてはこの突破から始まりました。この距離なら外す方が難しいでしょう。落ち着いて決めましたね。ボールを前へと運んでいきます。デクラン・ライス、アルバレス、ちょっと消極的なパス回しです。シュートまで持っていきたい。ゴー！これでスコアは3点差。チームはさらにリードを広げます。リプレイが出ます。なんといってもこのスルーパスですね。そしてこのシュート、2対1の場面を作った時点で勝負ありでしたね。勝利に大きく近づく1点が入りましたね。監督も安堵の表情を浮かべています。さあキックオフでリスタートです。これで3点差。勢いに乗るマンチェスターシティが盤石な強さを発揮しています。カルバート・ルイン、おっとボールは相手に渡ります。試合終了まで残り時間は30分です。ポストに弾かれた。おっと、いい位置でボールを取り返しました。チャンスになりそうです。枠に当たったんですね。アンラッキーでした。シュートだ。このシュートを弾いた。マンチェスターシティの選手交代です。エリア内へ向かうか。ボールをはっきりクリアしたい。一時はどうなるかと思いましたが、なんとかしのぎましたね。このミスは痛い。相手にパスを出しました。ゲイエ、アブドゥライエ・ドゥクレ、ここで取り返す。試合終了まであと20分あります。ここで取り返す。味方に出すでしょうか。チャンスに見えたんですが、ここでポゼッションは相手側となりました。このクロスはカンセロが阻止。エバートンの選手交代です。
コーナーからエリア内へ。相手に阻まれましたね。ボールはゴールラインを割ってゴールキックになります。ライス、ベリンガム、エメリック・ラポルト、ティーレマンス、マンチェスター・シティ、サイドにスペースがあります。中で待つベルナルド・シューバーへ、来たー、ゴール。華麗なシザースキックからのシュートが決まりました。映像が来ました。このカンセロのクロスが通ったことが決定的でしたね。そしてベルナルド・シウバのフィニッシュ、この距離では難なく決めてきます。いいシュートでしたね。今日のチームの働きは監督としても満足のいくものだと思います。試合も終盤に差し掛かっています。逆転は厳しいかもしれません。イドリサ・ゲイエ、インターセプトしました。ティーレマンス、さあ決められるか。決まった。まさにゴールラッシュです。チームがさらにリードを広げました。この快進撃はどこまで続くんでしょうか。試合後の選手たちは監督から相当な檄が飛んでくるのを覚悟しなければならないでしょう。チーム力の差が出てしまっているということでしょうか。アンドロス・タウンゼント、ボールはゲイエ、ノイハウス、見事なセーブ。ここはしのぎました。ここで選手を変えてくるようです。中に入れた。このシュートはキーパーが難なく処理します。デクラン・ライス、ルベン・ディアスに渡った。さてアディショナルタイムに突入です。今のスライディングタックルは一発退場になる可能性もありそうです。レッドカードが提示されました。この選手は退場となります。今日は相手にやられっぱなしなので、こういう形でイライラをぶつけてきたのかもしれません。でもサッカーなんですから、ゴールでやり返すべきでしょう。エバートン、選手交代です。ベルナルド・シューバー、ベリンガムへ。これは見事に奪いました。マイケル・キーン、これは読んでいたんでしょうか。ホイッスルです。このリーグ戦はマンチェスター・シティが勝利を収めました。要所をうまく抑え、ゲームをコントロールしていました。それがこの勝利の要因でしょう。監督や選手たちにとっても今日は会心のゲームと言えるんじゃないでしょうか。さてやはりこの選手はしっかり注目を集めていました。福西さん、
素晴らしい活躍を見せてくれましたね。ゴールを決めたシーンはどちらも見事でした。プレーでチームを活気づけたことが勝利につながったと思います。Some questions regarding the match?That'll be all, thank you.